こんにちは、運の前です。引き続きマインクラフトにてサマータイム連打の人ヶ島建設プロジェクトです。人ヶ島の建設にあたり俯瞰してみる必要があるため地図作りを急ぎたいと思います。なので当面の課題は地図の作成に必要な材料を集めることです。まずはコンパスを作りたいのでレッドストーンと鉄が必要ですね。鉄は比較的集まってるけどまだ見つけられてないのがレッドストーン。レッドストーンを探すのに洞窟とか谷に行きたいと思ってるんで拠点の近くを散策してみます。右側にある集落はなぜか村人もゾンビ村人もいないの。なんだろうね、バグかなこの世界は。おかしいぞ。やったー、洞窟だー。早速鉄もあるし、突き進んでレッドストーンがよくある Y 軸中にまで一気に行こう。あれ？地上だ。深くない。完全に表層トンネルだ。外れだよ。
っちにもあるね。こっちは当たりかな。あっちゃ、何もない。本当にこの世界はついてない世界だな。あれ、こっちには道が続いてる。よかった。早くレッドストーン出てこないかな。なんだか登り道だな。もしかして。やっぱりだ。明かりが見えてきたぞ。一度第二拠点に戻って体勢を立て直したいと思います。まずは食料調達です。そして松明も必要ですね。適当にこの辺の木を切って材料にしていきます。そろそろ準備が整ってきたので、また探索に行こうと思います。さっきの小さい洞窟より奥に進もうかな。あれ、村がある。でも、家にクモの巣が見えるんだけど、もしかしてここもゾンビ村かな。
メだ。やっぱりクモの巣だらけだ。また声が聞こえますね。一旦埋めときましょうか。近くに海があればこっちを拠点にしてもいいので。いたいたいた、村人ゾンビちゃん。おとなしく寝ておいてね。はい、おやすみ。はい、おやすみ。金目のものは預かっておきましょう。暗くなってきた。大変だ。湧き潰ししてない。ゾンビが大量発生して死んだ時のことを思い出す。なんとかしなきゃ。今からでも遅くない。湧き潰しするぞ。ここにもいたのね。早く寝なさい。やばい、やばい、増えてきた。ふう、危なかった。さて、そろそろ寝ようか。そうしないと本気でやばい。続きはまた今度。チャンネル登録よろしくお願いします。